1200カブリオレ1500カブリオレ 1600S カブリオレハードトップ付けフィアット1200、1500、1600カブリオレはイタリアの自動車メーカーフィアットが1959年から1966年まで生産したニザ席オープンカーである。1957年からフィアット1100をベースに生産されていた自社デザインのアメリカ風スタイルのニザ、オープンカー。 1100から 103TB、トランフォルマビーレに変えて、同じ写真にのカロッツェリアピニンファリーナが、正当ハイタリアンデザインのボディを、デザイン、仮装して登場した。バリエーションには1100の上級版として1957年秋に、登場した1200グランルーチェの 1221CC55 馬力エンジンと同車の4速ギアボックスを、クロースレシオ化し、 フロアシフトにして搭載した1200カブリオレと、マセラティ兄弟が経営する、オスカガ1200のエンジンを、DOHC 化し 1491cc90 馬力とし、タイヤサイズを拡大、ブレーキを強化した1500カブリオレの2種類があった。性能は1200で、最高速度時速 145km、1500で、 最高速度時速 170km、0から 400m 加速20秒前後であった。小型スポーツカーとしてよく、まとまったスタイルと、軽快な性能が好評で、当時の日本にも、総大利点の日本自動車を通じて輸入され、1963年の第1回日本グランプリにも出場するなど、マガやトライアンフ TR4 などと並んで人気があった。 1962年には1500のブレーキが1800バイト同様に四輪ディスクブレーキに進化し、1963年にはツインチョーク、ウェバー機かけを2個に増やし100馬力とした高性能版1 6 0 0スカブリオレが追加された。1964年にはベースシャシーが新しい1500のものとなり、従来の1200がオフ 1481cc72 馬力、 最高速度時速 160km の新1500ブリオレに従来の1500は消滅して 1600S に統合された。この変更よりフロントサスペンションが新しくなり、ブレーキもオフエンジン車も含め全車サーボ付き四輪ディスクとなった。外観上はフロントグリルが車幅いっぱいに拡大され、1600S は4頭、式ヘッドライトとなった。 1965年夏には1500、1600S とも新しいフルシンクロ5速ギアボックスが与えられ、1500のエンジンが75馬力となった。タイヤも1500が 145SR14 14、1600S が 155SR15 15のラジアルに改められた。1966年秋の鳥のショーに、同じピニンファリーナの124スポルトスパイダーが発表され、 翌年から市販されるのに先立ち、1500、1600、エスカブリオレは1966年をもって生産終了となった。ありがとうございます。